競輪レジェンドエキシビション3仕掛け人の市丸康坂です。第63回オールスター競輪で開催されるレジェンドレースをより楽しんでもらうためのスペシャルプログラム、私市丸がレジェンド対談をご用意しました。前編の今回は吉岡利正さん、山口浩二さん、五感真一さんの3人のレジェンドがスタジオに大集合。それでは爆笑トークお楽しみください。今年もね、ああまた始まりました。いやですね、このまだ何も言ってないじゃん。いやもう分かるんですよ、なんかね、浩二さんがこういう場を作った時点でもうなんか嫌でしょうな。またこの夏がやってきました。吉岡くん、はい、思い出したくはないでしょう。思い出したくはないですね。五感くんも思い出したくはないでしょう。いや俺思い出したいですね。時は来た。もううずうずしてる走りだ。もううずうずしてる。いやいいですね。本当ね、当日決勝したいな。そうすると8000減らすから。ね、じゃあそれでは前回おさらいからいきましょう。はいはい、おさらいするんですか。もうしてもらいたい。必要ないじゃないですか。やっぱり受け入れないところ。そうですか。受け入れていきましょう。じゃあ、はい、わかりました。お願いします。これは周回練習。周回ですかね。お客さんの声なんかこれすごい声援あった。ありましたよ。あった。上がってきた時にですね。なんかこの時なんか投票してたんでしょ、なんか一着当てのなんかね、で吉岡出てるぞとかかなり言われたんですよ。あ懐かしいな、このね、そのお客さんから声援をもらうっていうね。まだ2個やからどのあたりからこう緊張してくる。現役の時に比べたらないですよね。ちょっとでもあまりにもあの少し顔作らなきゃやばいかなと思って。やっぱ険しい顔しとるね、これ。いや勝負ですから。温度差がすごいな。これ僕二人のユニフォーム姿見たら、うんうん、感激しちゃったの。なんかこういう感じだったなと思って。懐かしさを感じました。こんな風になってたんですね、関東も。知らなかった。知らなかった。こういう声援すごかった。すごかったですね。ね、五感君はどうだろう。もう闘争心というか緊張感、もう緊張感すごかった。すごかった、はい、お客さんのやっぱり声援がそうさせますよね。出るよね、アドレナリンね。あの同期2人に対して何か思いはありますか。やっぱり大好1位の深夜がいますんでね。あとやっぱり、まあ、現役中よくこかされた子感もいますのでなるべくあのこの2人には絡まないように走りたいと思います。相当ここに向けて練習なんか積んできたんですか。イメージトレーニングがバッチリです。そうですね、2人ともタイトルホルダーですのでね、ここでちょっと2人に勝って、初タイトル狙いたいと思います。やっぱり S 級の上位と練習してたという話を聞いてるんですけど。そうですね、普通に練習してきました。そうですね、吉岡君に対してはね、まあ、このバンクで自分が初 G2 取った時にね、このバンク吉岡君の内からね抜いて取ったので、まあ、今日は吉岡の、先まくりぐらいしてね、ちょっと一矢報いたと思います。あと山本君にはね、まあ、いつも先行に負けてたので、まくれたらいいなと思いますね。さあレースが始まりました。俺1回目走った時に緊張したんだけど、全然しない。バンク走りづらいなとかそんなのもなかった。それはでも一応バンクを走りづらいの前に一応地元で練習するでしょ、軽く。でもただもうあの上の方、上に上がれなかったですよ、怖くて。俺もあれだ、王者の前受けだ。王者の前受け したくはなかったんですけどね。誰も出なかった。誰も出なかった。やっぱりこうね、勝ちたいもんね、一度、勝ちたいですね。ね、やめたとはいえ、すごい声援をね、もう引退して結構こう十何年経ちますけどね、それでもユニフォーム着て自転車乗ってこうやってバンクを走れば温かい声援を 送ってもらえるのは嬉しいですよね。深夜のユニフォーム姿見てちょっと感動したわ。そうですね、懐かしいですね。懐かしかった。でも多分一番張り切ってたのは深夜だと思いますよ。久々のなんかね、あれで。ただ吉岡君ちょっとよく見て、五感君ってか足なんか回るの遅くねえか。いや、あの方だけね、あのみんなギアを一律にしたいって言ったのにかかわらず一人だけなんか 3.9 ナムかけてる。おかぐむちゃむちゃ足遅いやないか、これ回るの。いや、あの現役の時と同じギアのままです。いや、おかぐレジェンド、レジェンド。これギアいくつだったの。 3.9 ナムほら、ね。いや、しょうかくんは 3.57 ですか、僕はね。こ
その辺りでね、なんか言うと足をなんか回るの遅いなと思ってたのよ。一発狙ってるなと。金子雅人がね、ちょっと突っ立ってますけどね。回らないんだろ。でも名古屋でね、バンクレコード作った、ね、選手から。ガッツポーズかっこよかった。かっこよかったね。つって。今じゃ。ボンネさん。ここ一番緊張感ありましたので。あった、うん。これ前との距離感もなかなか難しいでしょ。そうですね。まあ、でも現役の時思い出して、もう行ったとこ叩こうと思ってたんで。まずここであれですよ、後ろ牛林さんと切り替えてって感じですよ。ここちょっと五感が横に来た時に、いや、こかされるかなと思いました、ね、そう、危険を感じたんですよ。ここで、うん、ちょうどグランプリの時と同じ位置だったんですよ。あ、そっか、はい、ちょっと闘争心出ちゃった。牛岡君ちょっと大丈夫かなと思って、ここで本当ですか、うん、やっぱハロー、先ほども言いましたけどね、山本慎也があれあんまりにも張り切りすぎて加速していってたんですよ。深夜のダッシュが良かったですよ。あ、そう、はい、あ、ここでマッチです。そう、もう来たからでもね、ここからはね、うん、もう嘘言って、うん、あ、ギアの差を感じましたよ。どん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 先進んでいってるからね。これゴールして分かった、うん、すぐ、あ、ダメでしたな、ダメでしたなってダメだなと思いましたよ。分かった、分かったの、俺分かんなかった、分かんなかった、行かれたかった。じゃあお客さんが言ったから分かった。そう、うん、あ、ちょっと今回は今回こそって思ってた。今回こそ、もうずっとだって現役の時それを思い続けて勝てなかったから、うん、だからあの控え室の温度差になって約1名だけですよ。互角だけでしたから俺は全開だから全力だってさ、みんな何もないのに一人で足踏んでもらったりとかそうよくよく何こいつ本気出してんのかと思って、うん、走る前に、うん、そう、一人だけ足踏んでもらってるんですよ、うん、でも深夜とかは写真撮っていいですか、写真撮っていいですか、そうやって決まってる。あいつも商売のことしか考えてないから、お店に貼るしか考えてないよね。よしょうがこれ再開でくれるとかみんなこうなんかザックバーでね、飯食ったりとかしてんのにちょっと入り込みすぎ、よく覚えてるね、それすごいな。もうようだってさ、もう吉岡君はさ、もう何で14年と五感君が今3年挙げ句の果てにですよ、もうここだから言いますけど、僕もう腰が砕けるぐらい踏んだんですよ。現役時代はこんな腰が痛くなることなかったですよ。終わった後もこのあるじゃん、アップルウォッチがあるじゃん、 あれがもう早く休んでくださいとか出てた。パコン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 みたいな。五感君はどう優勝したい？いや、自分ギアかかってたんで呼吸上がってないです。あの時にね、みんな一律にしようと言ってたの？そういうの。なのに一人が1、もういや僕は 3.9、 違う、俺はそれ聞いてないですって。どうだ、今度急に出してみる。いや、もう不面だな、そんなもん。またはアプローチ光る、また急にそれやると。それでみんなが、はいはいはい、みんなが非常にかっこよかったのが分かるんですよ、うんうんうん、かっこよくない人が一人いたんです。本当ですか？誰ですか？ちょっと VTR 見てから、はい、皆さんの意見を聞きたいと思います。その選手はこちら。自分がマーク選手という看板を上げているので、こう目標がいないときは自分で活路を開く、流れ込みというのはもう僕の辞書にはないし、俺が番手なんで、番手はやっぱり通したらあかんでしょ。ちょっと目指して行くしかないっしょ。こんだけかっこいいこと言ってやる気が伝わりますね。でもやる気が伝わる、うん、でちょっとレース見て、深夜が先行して、うん、横は素通りさせないと、はい、流れ込みという文字はない、はいはいはい、ない、1着を目指すと。そうそう、見とって、こっから、はい、五感君が行って、吉岡君が行って、さあ、こっからや、内林さんの仕事の素通り。ピクリと動きませんでしたね。横に貼る時もなかったですね。しかも最後、きっちり深夜拾っとんの。はい、どうだろう、横通るとき、ね、内林さんの後ろに自分いたわけなんですよ、うん、あのホームで結構フラフラ やってたんですよ。だから結構これするなと思って、で吉岡君が来たら一緒にまくり先まくりしようと思ってたんですけど、行った時は3コーナーだったんで、うん、絶対来るなと思って、うん、それでちょっと強めにグラッてやってみたら、あれって感じで車が伸びちゃったんですね。そのうちのナンバーワンや、それが。で65キロはほら鳴り物入りばっかりでさ、有名だったじゃない。62期は偶数で弱い言われたから、その差が出たのかな。いや、通しますよ。通しとるやんって言われても、
何にせそのバンクに乗ることも機会が減って、ちょっと関東のあるとこ走るの久しぶりやったんで、若干ビビりながらって感じ。やっぱりあの内林さんはやっぱ言い訳させたらさすがですよね。まあ本当先ほどの映像、いや俺も思った、ね、先ほどの映像とはね、もう打って変わってね、要は琵琶湖バンクがなかったから素通りさせたみたいな。琵琶湖道がなかったんですね。内林さんあったら琵琶湖道って、はいはい、なんか伸びるっていう、そんなところ走ったこと一回も関係なかったわ。伸びたことないわ。腕がこなってなかったですもんね、ゴール前とか。深夜食うときなっとったんじゃん。ちょっと待ってさ。内林さんの話で盛り上がったところで、競輪レジェンドエキシビション3出場メンバーをご紹介します。記録にも記憶にも残る男、スーパースター F1 選考、吉岡俊政、グランプリ2度制覇、大一番に強い最強の支部長、山口浩二、競輪道を重んじる最強の時代型、泣く子も黙るジャパニーズボス、五冠真一、頂点目指し牙を研いだ反骨のレーサー帝王、調子悪くて山田裕二、名刀正義、ゴール前を鋭く切る平成の鬼足、小橋正義、傷だらけのヒーロー、何度でも蘇るフェニックス、市田和弘、己の流儀に従い主将、幕屋内林久範、以上7選手、熱い戦いが名古屋バンクで繰り広げられます。いやー強力なメンバーが揃った。吉岡君、年が明けたらいきなり10君がですね来たんですよね。私なんて来た、今年もよろしくお願いしますと。嘘だろうと。いやだってね、五冠君に負けたままでね。まあそうでしょう、ね、でもそれは浩二さんとかね、ね、そういうふうに言いますけど、私はもう負けたままでいいんですよ。もう別にそこにあのもう一回やろうとかいうのはもうないんですよ。いやそれはね、吉岡君エースとしてそれはあかんやろ。いやもうしっかり勝って有終の美を飾るというね。じゃあいいですか、もうこの時本当に一番ケツ走って一番ケツで終わりますよ、グランプリみたいに。また前が見えませんでしたって言いますよ。中野さんに叱られたと。走られるんですか今回。知らんかったんだ。いや俺も知らなかった。走るんですか、2人おったら5人おんねん、あと、うん、なあ、その中で俺の側の何影武者じゃないけど司令塔ぶり発揮するからビビっとくよ、ちょっと。走られるんですね。知らなかったんですよ。またね、ハンコだけ押し越えって言われるんだと思いましたけど。いやレースが楽しみになってきましたね。後編は競輪レジェンドエキシビション3出場メンバーを大解剖。吉岡さん、山口さん、五冠さんが一人ずつのエピソードとともに紹介します。後編もお楽しみに。